皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語に続きやってまいりましょう。では、九州場所本場所ね、入りましょう。番付はね、こんな感じですね。北山さんがねちょっとランクダウンしましたけどね。さあ七条さんは朝日誉さんが初日の相手か。誉さんは再浮上あるんかな。六条さんはエマ錦さん、八条さんもヒエンさんやね。ヒエンさんもまた上がってきたね。両替さんはナルトナミさんと初日から。北山さん、維新バナさんです。さあ維新バナさんもね、上上がったり下上がったりしてますけどね。おお、瞬殺でした。ケタグリ白星スタート。十条さん、初日のお相手は戸越嵐さん。ほぼストレート勝ちでしたね。きっちり仕留めましたね。九条さん、初日のお相手は前頭筆頭麻生桜さん。結構抵抗してくるけど、下がらないのはいいことですね。差し勝った、突き倒し。両替さん、小結びの鳴門奈美さんが初日の相手となります。ちょっとね苦戦するかもね、不調やから。回しが取れない。さあここでようやく回し追い込めるか。また差し替わる。もう一回いく。今度は追い込んだ。また差し替わって粘る。釣りました。釣り出し、危なかったね。八条さん、初日の相手元三役のヒエンさん。八条さんも絶不調だよね。さあしかしここは力でいきました。もろ差し決まりましたね。寄り切り。塩小路さん、初日のお相手は荒日高さん。塩小路さんもあれか、絶不調やったっけ。今回ね多いんですよね、 4,5 人いるんですよね確か。さあなんとかじわりじわりと追い込んだ。マシを持ったまま寄り切りました。塩小路さんの勝ち。七条さん、初日の相手はこちらも大津三役朝日誉さん。七条さんは絶好調、ケタグリ決まりました。さあ先場所負け越した花山さん、初日の相手は玉隼人さん。月が炸裂、4つ入った。5つ目も入る。さあ先場所のあれを払拭できるかですね。六条さん、初日の相手はエマ錦さん。二丁投げはなんとかこらえた。
とやっぱりね、衰えてからは技を出してきましたね。下手出し投げ、見事なスタート。あとはそうですね、あっていうのはなさそうですね。三役もね、両替さんと当たったナルトナミさんだけですもんね。では2日目参りましょう。おお、九条さんはね、三役復帰を目指してるラオウさんだ。で八条さんがナルトナミさんと。北山さんは安房桜さんとですね。ここからはちょっとまたいつもの絵にね、はしょっていきますね。十条さんは春光師匠、前頭3枚目まで帰ってきてましたね。九条さんが前頭筆頭のラオさん、両替さんは飛燕さんですね。で八条さんが小結び鳴戸波さんとの一番。鳴戸波さんもポジション的には上位と結構当たるから、もしかしたらがあるかもしれない。さあしかし土俵際まで追い込んだけど、ここで小手投げ返されてしまいました。ナルトナミさん逆転勝ち。塩小路さん2日目はエマ錦さん、七条さんは玉隼人さん、花山さんは朝日誉さん、六条さんは荒日高さんとですね。負けたのは八条さんだけか。八条さんもね、勝てる一番だったからもったいなかったね。北山さんは2日目は力負け、寄り切り負けね。ということで三役ね、横綱三役で落としたのは八条さんと鳴戸波さんの2人となりました。では3日目、九条さんとね、ナルトナミさんが早くも当たりますね。花嫁さんもなんとかね、頑張ってるね。北山さん2連勝中の若吉野さんとですね。十条さんは坂東翔さん、2連敗が多いねやっぱりね。で九条さんが今日小結びの鳴戸波さんと三役同士の一番。さあ押し込んだ、押し出し、九条さんは鳴戸波さん押し止めましたね。両替さんは麻生桜さんと、八条さんはラオさん、塩小路さんは朝日誉さん、七条さんは荒日高さん、花嫁さんはエマ錦さんとですね。で六条さんのお相手が玉隼人さん。大丈夫やったね。おお、北山さんまた桁繰りか。はい、ということで、ナルトナミさんは元気なくね、下手したら3連敗やったかもしれんからね。では、4日目いきましょう。七条さんが今日ナルトナミさんとですね。九条さんは結構下、大日向さん、はね、前頭の上位と当たりますね。大関だけどだいぶ下と当たりますね。
花嫁さんはこれはちょっと危険。北山さんは今太鼓さんですね。お相手は1勝2敗。十条さんは黒龍王さんがお相手。現在1勝2敗ですね。で、3連勝同士。九条さんは大日向さんがお相手。入っちゃった。ごめんなさい。両替さんは不破の国さん。お相手は1勝2敗。1勝2敗多いね。八条さんは浜の富士さん。塩小路さんは麻生桜さんですね。で、七条さんが小結ナルトナミさんとの一番となります。残った。残った。差し勝手からが早い。張り手一発からの押し出し。七条さん4連勝。さすが絶好調。花山さんは飛燕さんですね。これはちょっと危ないかもね。六条さんはラオさん。こちらも青年、一気に行かれる場合がある。ああ大丈夫やった。ただ高西さん、陣来さん、高山さんもね、全然負ける気配がないからね。北山さんまた勝ったね。上手出し投げか。またお小手から強くなってる。ということで4日目終了。3勝1敗の八条さん除いて、我が部屋は上位陣全員4連勝ですね。あと赤月さん、高西さん、高山さん、陣来さんも4連勝。会員は4連勝いないね。3勝1敗が多いね。1勝3敗も多いけど。十両4連勝は若しぐれさんね。ああ十両怒ってね。やっぱり十両では強いね。で成田天山さんとかですね。2人か。で北山さんは3勝1敗まずまずといった状態ですね。では5日目参りましょう。もうみんなナルトナミさんと当たったんかな。まあ西横綱以外はね。花山さんがどっちかが当たりそうやな。これやったらおっと。到底花山さんがなんか6勝9敗したあれとは思えないね。3勝1敗同士。北山さんは遊郭さん。十条さんは玉小金さんですね。お相手は2勝2敗。九条さんは無神会さん。お相手1勝3敗。両替さんは浜の富士さん。こちらもお相手1勝3敗。八条さんは不破の国さん。1勝3敗続くね。で塩越さんは4連敗中のラオウさん。七条さんはこちらも4連敗中飛燕さんで、花嫁さんが1勝3敗小結のラオウさん。あ、ラオウさんじゃない。ナルトナミさんとの一番。先場所 6勝だったね。動きじゃないね花嫁さんは。寄り切りました。5連勝がっつりいったね。六条さんは麻生桜さんとですね。六条さんも全然やれるな。ほんと後半次第やね。本音言うとね、やめさせたくはないんだけどね。さあ、北山さん敗れたね。というわけで、上位陣は絶好調ですね。ただ調子自体はね、悪い人いっぱいいるんだけどね。三日目行きましょう。塩小路さんが今日ナルトナミさんとですね。
参りましょう。6日目ですね。北山さんは全勝5連勝中の成田天山さん、4連勝の時点で2人だったからね。十条さんは、西尾さん、お相手は1勝4敗。空城さんは不安の国さん、あ、1勝4敗が続くね。で、両替さんは3勝2敗の大日向さん。八条さんは武神会さん、1勝4敗で、塩越さんが今日ナルトナミさんとですね。ナルトナミさんも現在1勝4敗。唯一八条さんだけね、ちょっと追い込まれ気味にで小手投げ決まっただけというね。さあ追い込んだ。そして突き出し、塩小路さん仕留めました。七条さんは麻生桜さんですね。5連敗続くね。花山さんはラオさんで、六条さんがヒエンさんですね。おお、調子悪い割には音さんね。赤月さんも負けねえ。あ、北山さんはやっぱり負けたか、首投げか。はい、6日目終わりましたね。八条さんもね、ナルトナミさんと不覚一敗だけで5勝1敗、他は6連勝で、 CPU の6連勝4名も変わらず、回は、赤木岳さんと沖野桜さん。沖野桜さんもね、前頭筆頭ぐらいまで来た方ですからね。この2人が5勝1敗十両。ああ、若しぐれさん落としましたね。で、成田天山さんだけが6連勝という状態。北山さんはちょっと足踏みしてきました。3勝3敗という状態で、7日目いきましょう。七条さんが赤月さん。九条さんと花山さんの同門対決。塩小路さんは八条さんとの同門対決。六条さんが両替さんと3つか。十条さん、どの辺？ああ、若おばさん、したとやね。さあ、全勝同士で、当たってくるんで、花山さん、ちょっとこっから厳しくなるかな。六条さんもそうですけどね。北山さんは大崎山さんですね。お相手は2勝4敗。十条さんは若青葉さん、お相手4勝2敗で、同門対決、6連勝中の塩小路さんと5勝1敗の八条さん。ケタグリ瞬殺、八条さん勝ちました。全勝同士、七条さんと大関赤月さんの一番。おー、すんなり追い込んで突き出し、七条さん強い。こちらは全勝同士の同門対決ですね。花山さんと関脇九条さん。さあ、初っ端から突き合い、そして押し2つ。花山さん追い込まれるとピンチ。さあ、必死に返していく。戻せるか、九条さん追い込めるか。さあ、押しが入る、返せない。九条さんが追い込んだ、送り出しは失敗。花山さん突き返す。盛り返してきた花山さん、真ん中戻す、逆転。これで全然分かんなくなった。さあ、追い込んだ花嫁さん。九条さんも2つ押し返した。真ん中戻すか、花嫁さん。もう一回行くか。もう一回行った、
突き2つ3つ横綱の勝ち。六条さんと両替さんのこちらも6連勝同士の同門対決。両替さんが粘る。あんまりね、惜しいペンドの時わざわざ出さないからね、このゲーム傾向的に。さあ、しかし追い込んだのはなんと六条さん、押し出し。この一番も横綱の勝ち。陣内さん、高西さん、高山さんは落としてないね。あー、鳴戸波さん下と当たり出すから、こっからね、また逆転勝ち越しあるかもね。北山さん、あー負けたか。7日目終了しました。塩小路さんと、両替さん、九条さんが落としましたね。6勝1敗で他の3人の横綱と、十条さんが7連勝、暁さんも1つ筋がつきましたね。半分近く減りましたね、全勝が。では前半戦ラスト8日目です。また同門対決、七条さんと九条さん。まあこれは仕方ないですけどね。小工事さんが両替さんと昨日敗れた同士やね。で六条さんが、昨日塩小路さんを破った八条さんと、十条さんは明日とだ。これはすんなり一番乗りできそうですね。花山さんが暁さんとね、意外と苦手。花山さんは陣内さんにはねべらぼうに強いけどね。北山さん、2勝5敗の銀林さんとですね。十条さん勝ち越しかかっております。5勝2敗の前頭9枚目赤木岳さんと、さあ すんなり回しを取って巻き返し、そしてまた寄っていく。もう一回夜追い込んだ。さあ土俵際なんとか返そうとする。おお甘かった。さあ今度はきっちり持ちまして寄り切り。十条さんが8連勝勝ち越し一番乗り。6勝1敗同士の同門対決、塩小路さんと両替さん。さあ優勢なのは塩小路さん、しかし今手が多いのは紛れもなく両替さん。さあ返してきた、ようやくここでまた塩小路さんターン。しかしすぐ入れ替わる。さあついて追い込んだのは塩小路さん、押し出し、きっちり仕留めました。同門対決は塩小路さんの勝ち。七条さんが7連勝、九条さんが6勝1敗のこちらも2つ目の同門対決。先手は横綱、押し合いですね。今度はマッシュを取ったし、ケタグリはこらえた。さあ九条さんマッシュを持ってる、じわっといく、しかし押せない。ここで差し替わる、ケタグリ、七条さんの勝ち。花山さん、大関の暁さんですね、お相手は現在6勝1敗。さあ先場所とは全然違うぞ。花山さん一気に追い込んだ、突き出し8連勝。六条さん7連勝中ですね。八条さんとの同門対決。
さあだいぶね、あー蹴たぐられてしまいました。ここで6条3連勝ストップ。お、高山田さんが敗れたね。北山さんも負けちゃった。まあ北山さんしょうがないけどね。はい、ということで、前半戦終了。8連勝は花山氏さん、七条さん、十条さん、そして高西さんと陣内さん。7勝1敗で6条さん、塩浩二さん、8条さん。6勝2敗が両替さんと九条さん。九条さんもね、大関取りかかってるからちょっとここでね足踏みあんまりしてほしいないんだけどね。北山さんは現在3勝5敗。あー、成田天山さん6連勝の後2連敗したんだ。ということで、現在トップは7勝1敗ですね。若しぐれさん、石狩さん、土発天さんの3名。これはね、上位同士の争いになるのは間違いなさそうだけど、あ、沖野桜さんが6勝で頑張ってるぐらいか。赤木竹さんもね、5勝からちょっと足踏みしてる感じですね。ということで、ちょっと先場所に続いてね、混戦模様となりそうなね後半戦もお楽しみにしておいてください。では、前半戦はここまでです。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。